ちは。こんにちは、斉藤さん。これはちょっと、はい、あのピッチャー、まあ、メジャーなんですけど、ピッチャーの選手生命を左右するかもしれないことになる、そのピッチクロックについてなんですけれども、はいはい、先日メジャーリーグの選手会がピッチャーの故障が相次いでいることを受けて声明を発表しまして、メジャーリーグ機構によるその投球間の時間短縮、いわゆるピッチクロックについて批判をしました、はい、でというのもメジャーリーグではヤンキースで昨シーズンサイヤング賞に輝いたあのコール選手が右肘を痛めたりとか、はい、さらにあの昨シーズン20勝のブレーブスのストライダー投手も先日なんですけれども右肘の靭帯損傷が発表されて、まあ、こういうこともあったので、ちょっと選手会側が今年20秒から18秒に短縮にもなっているので、ちょっとこれあの警告を、まあ、ランナーがいるときね。そうです、ランナーがいるときが20秒からさらに18秒、2秒短くなったというところで警告をあの機構側に出したんですよね。ただ機構側はその選手会の声明というのは腕の故障と密接に関連するその近年の休息だったり回転数の増加傾向や実証された証拠を無視していると、もう真っ向から反論ということで、なんか早い球投げるお前らが悪いんだよみたいな そんな言い方されてもな。そう、なんかそれを言われてもっていうことになっちゃうんですけれども、ただこれに関しては大谷選手も先日囲みの取材でピッチクロックのことに、触れました。どの程度今回の故障者の続出にそのピッチクロックが反映されているか、まあ、確証はないとした上で、自分の感覚ではそれの原因がピッチクロックにあるんだろうなと思いますということを言いました。まあ、とにかく、蓋になってるよね。そうですね、ピッチャーもう絶対、敵と戦うっていうより秒数と戦ってるような、はい、そういう時もあるし、それ早く投げなきゃみたいな。パドレスとドジャースの韓国での試合で、うん、ダルビッシュ有投手、松井裕樹投手がやっぱりそれをちょっとね感じさせるような出来事があったので、もう松井なんて 0.5 秒残しぐらいだったもんな、ね、いつももう気なんかそれが気になっちゃって野球入ってこないよな。そうなんですよ。なあ、あの俺は反対だな、はい、それなぜかというと野球のスポーツって間が大切なスポーツなんだよね、はい、でそれをこう短縮短縮って言って、そのピッチャーにあまりにも負担をかけるっていうのをさ、うん、俺どうかと思うよね。そうです。でバッターも構えないと、そうです、ね、ストライク取られたりとかするわけでしょ、はい、だからそんなルールってないよね。普通ちょっとね考えにくいですよね、うん、どのスポーツでも。あんまり長いとさ早くしなさいとかさ、はい、そのことは言ってもいいと思うけど、うん、でも秒数上がってさ、はい、はい、ダメ、はい、ボールみたいな、 そんなスポーツかってですよね、うん、だからまあ世の中の動きっていうのがすごく早いからね、はい、だからその野球も早くしなさいっていうのが言われるのかもわからないけどさ、だけど間のあるスポーツでやっぱこうここで時間取った方がいいなって思う時はさ、はい、やっぱそれが許されるスポーツだったのにさ、そうなんです、何にも許されない、もう早く投げなさい早く投げ、まあマシンが投げてるわけじゃないわけだから、はい、それはねいいことには俺はならないと思う。で現にやっぱり故障者というか人体を損傷している、まあ、だからそれが直接原因かどうかっていうのは、はい、まあ、科学的に立証しないと、まあ、コミッショナー側も認めないだろうね。まあ、そうです、ね、だただ単にそれは負担になってる、だから故障につながったっていうのは何の証拠にもならないんだよね、うんうん、だから科学的にやっぱその投げてすぐ取って、そうです、リカバリーその回復が1球投げた時の腕にかかる負担、はい、それが回復するのに何秒かっていうのもさ、はい、やっぱ統計を取った上で、まあ、ピッチクロックをやればいいけど、はい、こう秒数って何で決めたのかなみたいなね。そこなんです。でまた選手会側とメジャーリーグ機構が本当によく話し合ってこのピッチクロックが導入されたかのかどうかも分からない、うん、でも選手は故障するためにやってるわけじゃないし、いいパフォーマンスを見せるためにやってるはずが、やっぱ時間って、はい、だから7回にしろって言ってるなんですよね、9回じゃなくて、はい、なんでそれダメなんですかね。だからなんでそこを考えないのかなと思うんだよ、ね、ですよね。で大谷選手、体への負担のことについても触れていて、間違いなく負担は増えていると、そのさっきおっしゃったレスト、休養、リカバリー、回復、この短い時間で多くの仕事量をこなすことで体への負担自体は間違いなくかかっていると。まあそりゃそうだよね、はい、さらにダルビッシュ投手も単独で話されていて、正直しんどいと、で体のダメージが、まあ、年齢なのか自分はかなり微妙なところにいると、
でメジャー全体で投手の故障が急増している背景も分析されていて、メジャーでは2016年ぐらいからボールが飛ぶようになったとした上で、ピッチャーはもっと球を速く投げたり全力で投げに行かなきゃいけない、それは危ないなと思っていましたというふうな、まあ、これピッチクロックだけじゃなくて、そのやっぱり球が飛ぶようになったっていうことの危険性、ピッチャーへの危険性、まあ、だから全力でその分投げなきゃいけない分だけ、はい、その時間では1球投げた疲労は回復しないよっていうことでしょ、はい、でまあ、ダルビッシュが言うのはやっぱ若い時と、うん、やっぱ年齢がいった時と、まあ、ダルビッシュなんかもベテランの部類だけども、はい、そうなった時の回復力っていうのはすごく違うと思うんだよね、はい、だからまあそこら辺も考慮したらピッチクロックっていうのは俺はいらないと思うよ。そうですね、ある程度やっぱり意識をするだけでいいと思うよ、うん、であまりにも例えば遅いピッチャーがいたら審判行ってちょっと注意するぐらいにしといた、まあ、だから遅いピッチャー遅いピッチャーで何らかしらのルーティンがあるんだよそれなりのね、だからそれは崩してまで投げれって言うと、うん、やっぱ投げれなくなるよね。プラス、ね、負担だったりリズムも崩れて、まあね、結局打たれてしまうとか、うん、だからこれだけ問題になってるのを日本で導入するっていうのは俺はやめといた方がいいと思うよ。ちょっとそうですね、だから早急に導入するのはやめといた方がいいと思うね。そうですよね、うん、こういう、ね、今の現実というかこういうのを一回こう話し合った上でどうするのかっていうのを慎重に決めないと。いや、それとやっぱこうある程度の練習期間というのが必要だし、はい、だいきなり来年からじゃダメなんだよね、うん、来年から実施するんで今年はある程度それを意識して投げてくださいっていう通達をしておかないと、はい、でいきなりさあ今年から、ね、ピッチクロックやります15秒ですみたいな、それじゃちょっと難しいもんね。いやちょっと対応できないし、本当にあの投手の肘とか体の問題がねちょっと不安になっちゃうんですよね。それとね、やっぱ先発ピッチャーはねまだしも、うん、やっぱ中に入ってるピッチャーは大変だよ。あのピンチの時に出てきますよね。そう、それと一球の大切さっていうのを分かってマウンドに上がってきてるから、はい、それはね時間内で投げるだけの心の整理もやっぱつけなきゃいけないでしょ、うん、だからそういう訓練も必要だし、うん、急にはやっぱりやめといた方がいいと思うし、あの、まあ、導入するっていうことは発表になってないと思うけども、やっぱアメリカのこういう問題が落ち着くまで日本の球界はちょっと静観しといた方がいいと思う。そうですよね、これでもし導入して本当に例えばね、あの肘を手術する故障する投手が増えてきてしまって、でもやっぱりねそれはちょっと選手の悲劇に、はい、つながるので、だからなんて言うんだろうな、もともと長いゲームなんだよ。歴史を振り返ると21点取らないと終わらなかったんだよ、はい、ねね、監督コーチってなんでユニフォーム着てるかっていうとさ、うん、選手がいなくなるんだよ、はい、消防士が始めた野球が、へえ、ね、でなんか仕事で借り出されると選手がいなくなるから監督コーチが出なきゃいけないんだよ。だからそのためにユニフォーム着てる、まあ本来そういうスポーツなんだよ、はい、だから歴史をたどってさその大切にするんだったら、うん、やっぱりねその短縮短縮っていうのもまあ確かに今の時代でね3時間ぼーっと見てるやつなんかね、うん、なかなかいないよ、はい、いたらごめん、いたらごめんなさい、いやだけどそのぐらいやっぱこう時間に追われてる生活をしてて、まあ短縮短縮その気持ちはわかるけど、そしたらリクエストでどのぐらい時間が費やすか、うん、そうですね、うん、でもそれを導入してるくせにそう、ね、そしたら選手に負担がかかる、うん、もう矛盾だらけなんだよね、うん、だから気候側とかはどこを見て野球をやってるのか、だからまあ例えば放映権の問題でさ、はいね、3時間を超えるゲームになってくるとケツが入らないとか、うん、あまあ、そういう問題でもうとにかく枠内に入れようとする、はい、だから、まあ、それも興行だから仕方ないけども、だけどやっぱり選手の負担っていうのをさ、うん、やっぱ考えた方がいいよね。本当そうですよね。やっぱ選手は一生懸命トレーニングしてるよ、はい、でメジャーこの度行ってきたけども、うん、本当にウエイトも丁寧にやってるしさ、トレーニングっていうのは積み重ねてる、はい、でも試合に入ったらさトレーニング以上の負荷がかかってくる、はい、それはね、やっぱりね、たまんないよ、そんなことで故障したら。そうですよね。ただ科学的に立証されてないっていうことが、うん、まあ一つの弱みだな。そうなんですね、気候側が言うところの、うん、そうなんですよ。だから、まあこれが立証されるといいなっていうふうに思うよね。そうですよね。
で、あの機構側はやっぱ去年ピッチクロックを導入した成果としてこれだけ平均試合時間が短くなりましたよ、ほら成果があったでしょっていうのは出してたんですけど、いや、その短くなった分だけファンはどう感じてるのかっていうことだよね。そうですよ、ファンのアンケートも大事にしてほしいな。本当そう思います。で、選手もこういうことで負担に思ってて、うん、ね、故障者も出てると、うん、それに対してそのこれだけの時間が短縮された、はい、じゃああなた方はどっちを取りますかっていうね、うんうん、まあ、そういうアンケートもちょっと取ってほしいなと思う、ね、ですね。あと、あの先日の韓国でのパドレスとドジャースの、あの開幕戦2戦目山本投手が投げた試合は結構出てくる投手があの打たれてしまって非常に、まあ、長いというか、あ、また得点された、また入ったっていう試合だったんですけれども、結局ピッチクロックを導入してもやっぱりピッチャーがそれでリズムを崩してバシバシ出てくるピッチャーが打たれてしまえば結局試合時間が長いよ打撃戦は長くなるよね。ピッチャーの交代もあるし。そうですよ。いやだからピッチクロックは俺どうしても賛成はできないね、うん、私もなんか見ててこっちがせかせかしてしまって、いやもう選手がかわいそうだもん。ですよね、時間に追われて投げるっていうのはさ、あのダルビッシュ投手もあの、ね、開幕の時にピッチクロックであの取られてましたもんね。だから練習時間、投球練習、うん、はい、イニングの、はい、あれもなんか測られてるみたいで、そこまでで、いやなんか聞いたけどね、はい、だからワンボールからスタートするとかさ、あ、もし秒速くなっちゃったもあるらしい。そうなんですね、うん、そんなに時間、まあ、時間っていうのはもう大切だけどさ、はい、野球ってそういうスポーツだっていうのは理解してほしいな。いや、そうなんですよ、そうなんです。だって野球ってね、あ、まだこの時間もやってるから会社残業しちゃったけど見に行こうかなっていうのができたり、うん、きっちり終わらない分あのね、見に行けたりもするスポーツだったりするんで。いや、そうだよ、コーチ行ったら30秒でベンチ出てから30秒急いで、ね、1分でも急いでからね倒れちゃいます、コーチと選手監督が、まあなんかその方がなんかゆっくり行ったりとかさ、時間間を取るのに、うん、ああ、俺選手のこと考えてゆっくり行ってんだとか、うん、そういう見るのも楽しみなんだけどね。そう、駆け引きもそうですし、そういう見るのも楽しみですし、なんか世知辛いというか、そのうち自宅で痛がっちゃいたね、痛がったらアウトすぐファスト走ってきなさいとか、あっ、かわいそうこんなんで打席だ。バッティングにならないですよね。ならないそうですよね。いやだからもうそんなことになってくるよ、本当に。なんかそうなって見る方がね、果たしてそれで楽しいのか満足なのか。なあ。うん、そこですよね。間を持ってゆっくりね、見るっていうのも野球の一つの醍醐味だけどな。そうですよね。はい、だからこれは本当にね、選手の投手への、 あの選手生命にも関わることなので、いや本当そうな、機構側がきちっとこのあたり、選手会と話し合ったり、ちゃんとした実証というか例というか、その、まあ、科学的なね、立証されてはないけど、うん、やっぱ大投手、はい、ね、エース級のピッチャーとかも本当トップクラスのピッチャーが言ってることっていうのは、はい、多分もう科学で証明するよりは正しいと思う。多分そうですよね。だってこの人たちがピッチクロック使わなくても自信があるからテンポよく投げてるよ、うんうん、だから追われてるっていうことがさ、すごく嫌なんだと思う、まずは。ですよね。でサインも多分ね、そんなに出せないでしょうし、こんなのってさなんか一角ぶったらこんなのってもうそうやった、とりあえずそれでいいみたいな、そんな野球見たいか。見たくないです。で俺はダルビッシュが投げてるとゆっくり見たいよ。ですよね。いやだってベテランでさ、ね、ピッチクロックに追われてさ、うん、母ぜいぜい言いながら見てる姿見たくないよ。だあの時も大谷選手との対戦について記者から楽しめましたかっていうふうに聞いた時に、いや僕はあのピッチクロックのことで頭いっぱいで楽しむとかそんな余裕なかったって話されたのが、やっぱりあれが事実なんだろうなっていう。まあね、時間をかけて見たい勝負もあるからね。あります、いっぱいありますよ、はい、うん、まあ、そういうことで私は反対ですと、はい、いいと思います